はい、皆さんこんにちは、島ですけです。今日のテーマはですね、イライラ増えるポイント10選ということでお伝えをしていきたいと思います。それではどうぞ。ということで、まあ始業ってですね、僕もそうなんですけど、いろんな人がいます。弁護士さんだったり、司法書士だったりですね、税理士だったり、まあ、このチャンネルを見てくれてる方も、始業の方は多いように思います。で、まあ、その中ですね、こう昔は資格さえあれば、待っててもですね、仕事が来た時代が実はあったんですけど、まあ、やっぱり今ですね、こう約15年前にいわゆるこの始業の規制緩和っていうのがありました。で、どういう規制緩和があったかっていうと、報酬自由化ですね。まあ、今では当たり前なんですけど、事務所によって今報酬が違います。でも昔は、サービスが同じサービスをすれば金額がどの事務所に頼んでも一緒っていう時代もありました。で、2つ目に、まあ、広告の規制緩和ですね。昔は本当にこう看板しか出しちゃダメとか、いうのだったんですけど、今はテレビ CM やったり、インターネット広告やったり、本当にもう、まあ、僕もこうやって YouTube チャンネル作ったりとか、本当にこう様々な、広告媒体っていうのが、使えるような時代になってきました。で、3つ目はこれ最後なんですけど、法人化ですね。例えば弁護士法人作ったり、司法書士法人作ったりということで、まあ、それまでは全員個人事業主でやっていくっていう仕組みしかなかったので、法人とか作れなかったんですけど、まあ、この3つの規制緩和を、まあ、いわゆるこう始業ビッグバンとかいうふうに、呼んだりするんですけど、あれから15年ぐらい経ちました。経ってですね、まあ、それまではさっき言ったように、どの事務所に頼んでもほぼ同じ結果も得られるし、まあ、ほぼ同じ金額とかなので、正直差別化がしにくいかったんですよね。なんでそれだったら、まあ近くのところでいいかとか、たまたま知り合いに頼めばいいやっていう風なのが、こう結構変わってきて、事務所によって値段も変わるし、サービスの内容も変わるってことは、まあ、どこがいいのかなっていうのをすごく考えるようになったんですよね。そうするといわゆるこう事業の世界にも競争をもたらされたというか、まあ、今まで本当にこうなんていうんですかね、守られてる世界だったのが、やっぱりこう競争が激しくなってきて、お客様から選ばれる事務所を作らないといけなくなったんですよね。まあ、これ必然的に、まあ、資本主義の世界では当たり前のことなんですけど、なかなかこう事業の世界では今までそれが当たり前じゃなかったんですよね。で、それがようやく変わってきて、やっぱりこの事業において、じゃあどういうことを意識すればお客様から選ばれるのか、依頼が増えるのか、今日はその辺を皆さんと一緒に考えていきたいなというふうに思ってまして、やっぱりこう僕らも事業をお願いする際って、こういう先生に頼みたいなとか、こういう人に仕事をお願いしたいな、協力を仰ぎたいなっていうのを多分皆さん思うと思うんですよね。なのでその辺をちょっと今日はまとめてみたんですけど、ざっくりこんな感じです。まあ10個ぐらいあるんですけど、まあ、1つ目は、まあ、やっぱりレスポンスがいいっていうところですよね。で、例えばなんですけど、僕も今メールはもう正直2021年今はもう使わなくなりました。ほぼ基本的にはまあ、Facebook のメッセンジャーだったり LINE だったり、まあ、いわゆる SNS か、あとチャットワークとか、もう本当にそういうのでやり取りするような時代になってきてるので、やっぱりこう相手のレスポンスも、あ、この人気が合うなとか、この人ちょっと遅いなとか、やっぱりこう自分と馬が合うというか、間が合う人、レスポンスの速さとかが結構タイミングが合う人とやっぱり仕事をしたいなっていうふうに思ってくるようになったんですよね。なのでやっぱりどうしても自分が起きてる時間帯とか寝る時間帯、例えば相手がすごく深夜の人で、自分は早起きですとか、ちょっとどうしてもタイミングが合わなかったりする時もあるし、逆もそうかもしれないですよね。なんかこう昼間すごく作業しててレスポンスが遅い事業の先生だったら、僕はちょっと今相談乗りたいのにっていうので、結構やっぱり待ちきれなくなってる人が増えてるのは事実だと思います。だから1回いかにこう早くレスポンスをするかっていうのは、やっぱり依頼が増えるポイントの一つかなと思います。で、2つ目に、これ価格が、明朗会計になってるかっていうのはすごく重要なポイントです。どうしても事業の事務所サービスっていうのがまず見えにくい、そしてどうしてもこう頼んだ時になんか高額なんじゃないかっていうのを、こうどうしても不安に思ってる依頼者の方、相談者の方ってすごく多いです。なので最初の相談は無料でやりますっていうのは、もちろんサービスとしては OK です。で、その代わり例えば話を聞いた上で、あ、そのサービスだったらこれぐらい金額かかりますねっていう、まあ、見積もりを出すとか、これだったらこういう料金体系でやってますよとかっていうのをきちんと明示してる事務所さんっていうのが一番安心できると思うので、皆さんのホームページぜひ見直してみてください。自分の事務所がちゃんと、明朗会費になってるのかっていうのを一度見ていただくといいのかなというふうに思います。やっぱりこう相談した時に、まあ、金額が全くわからない事務所はどうしても100
100万円かかるのかな、200万円なのかな、上限書いてるだけでもいいと思うんですよね。少なくとも最大これぐらいですとかが見えればいいと思うので、でもちろん見積もりが出しにくい作業っていうのもあるんですけど、ある程度これぐらいですっていうのが伝わればお客様の大体こう感覚的にも、あ、それぐらいならいけるかもしれない、あ、それがちょっと高いから自分の、懐事情だと難しいなみたいなやっぱあると思うので、まあ、この辺はちょっと明確にしてほしいなと。そして3つ目、これはですね、まあ、どちらかというとこう相談する人とか話を聞くときに当たり前のことなんですけど、まあ、清潔感があるとか爽やかさがあるっていうのはすごく大事なところで、なんかこの先生相談してて大丈夫かみたいな、なんかすごい例えば老け顔してるとか、髪の毛ボサボサだけど大丈夫とか、この人服なんか汚いな洗濯してるのかなみたいな匂いがするとか、本当にこう当たり前のところなんですけど、やっぱり相談行った時に、まあ、今はねオンライン面談とかオンラインで相談する機会が増えてるので、あんまりその辺が見えないかもしれないんですけど、こうブスッとするよりはなんかこの人清潔感あるし頼んだ方がいいなっていう風に思われた方がやっぱり頼みやすいし受注率も上がると思うので、まあ、その辺を意識してもらえるといいのかなと。そして4つ目、これ意外と僕結構新人さんの地方女子とかに言ったりするんですけど、やっぱり分かりやすい資料っていうのすごく大事なんですよね。一番最後のところとちょっと絡んでくるんですけど、どうしても僕ら司法書士とか弁護士税理士ってやってることの内容ってやっぱすごくそれなりに専門性高くて難しいんですよね。でそれをいかにお客様に分かりやすく伝えるかっていうのがすごく大事なポイントなので、正直お客様がその相談者とかがじゃあ民法何条ですとか、法律何条ですとかってそんなの知る必要がないんですよね、正直。じゃあ今回こういうメリットがあります、こういうデメリットがあります、コストはいくらですっていう、そこの3つが伝われば基本的にお客様判断する材料ができるわけですよ。基本的に僕らはやっぱり意識しないといけないのはそこで、今回の内容はこうですと、でこれをやることによってお客様はどういう問題が解決できるんですっていうのが伝わらないといけないんですけど、どうしても我々司法書士特に、受かったばっかりとかだと難しい言葉をオンパレードで並べてしまったりとかするので、なるべく分かりやすいところにフォーカスをしないといけない、まあ、これは別に資格者に限らず、普段からコミュニケーションを取る上で相手の目線に合わせるっていうのはすごく大事なところですね。で5番目、まあ、段取りがいい、まあ、この辺も説明もする必要ないかなと思いますけど、まあ、例えばアポ取りだったりとか誰をつなぐとか、このプロジェクトは誰をアサインさせますねとか、本当にこの課題解決に向けて、で課題をこう業績ビジネスを作っていく上で、まあ、どういう人と組んでいくのかっていうのは段取りをすごく大事にしていかないといけないので、その辺をうまくやっていくと。でそれに付随して、まあ、6番目なんですけど、やっぱりアドバイスが正確っていうのは大事ですよね。例えばそういう課題だったらこういう解決方法があります、あでもちょっとそれだったらこっちの解決方法がいいかもしれないですっていう風に、結構いろいろアイデアを出していく上でやっぱりこう何個か選択肢を提案することで自分自身の価値が、提案できるかなという風に思うんですよね。なのでいかにこう自分のバリューをそこで出せるかっていうのはすごく大事なので、まあ、それが結果資格者のこの先生頼んだら安心だとか、この人に頼んだら自分の問題を解決してくれるかもしれない、これが僕らの価値だと思うんですよ。その辺をアドバイスを正確にしていくっていうのはすごく大事です。で、まあ、それをやっていくためには結局今日7番なんですけど、コミュニケーションめちゃくちゃ重要です。この人は何を解決したいのかな、今なんか分からなそうにしてるなとか、その人の表情だったり行動だったり、なんとなくこう顔息が怪しいなとか、今のところちょっともしかしたら分からなかったんじゃないかなとか、こう自分がちゃんとヒアリングしていくとか、僕の提案が一方的になってないかなっていうのはちゃんと考えていかないといけないので、まあ、その辺をうまくコミュニケーションを取りながらやっていくっていうのがこうすごく修行の世界では大事かなというふうに思います。まあ、やっぱそういう視点でやっていくと、まあ、8番のところにかかってくるんですけど、お客様ファーストっていうので相談者の方の心情側を考えたりとか、あこういうふうにやっていこうと、お客様のことを考えてやっていこうみたいなのができるふうになっていくと思うので、ぜひその辺をちょっと意識してほしいなと思います。まあ、コミュニケーションって結局一夜限りでも身につくものではないので、まあ、日頃から意識してもらえるといいかなと思います。で、9個目はですね、これものすごく大事で、相談してる中でああそれできないなって思う場面ってあるんですよ。何回もありました。いやそれ結構難しいなと。でその時に、いやそれできないですねっていう一言はめちゃくちゃ簡単なんです。これも多分仕事においてもそうなんですよ。自分たちこう会社の中でこういうプロジェクトあるよ、こういう案件あるよ、いやそれできないですね
無理ですねっていうのが簡単なんですけど、いやそうじゃなくて、いやそれちょっとできないかもしれないですねと、でもこういうふうにやれば可能性があるかもしれませんとか、ちょっと代替案を出していくと、その人の価値ってすごく上がってくるんですよね。あ、この人ちょっと視点が違うなとか、あ、この人の意見良かったなっていうふうに、自分がその人からその人の問題を解決していくっていうのがすごくやっぱ仕事なの で価値につながっていくので、むしろそれが信用を築いていくっていうところになっていくんですよね。なのでぜひ、まあ、このチャンネルを見てくれてる方は、もちろんお客様に対してそうですし、会社の中でもできないって言わない工夫をする、これがすごく自分の価値を上げる方法の一つです。ぜひそこら辺意識してもらえるといいかなと思います。で、先ほど言ったんですけど、まあ、最後はですね、やっぱ専門用語を使わないっていうところです。このチャンネルも、なるべくその辺を心がけてます。お金の話だったり法律の話だったり、どうしても、専門用語っていうのを使わないといけない時があります。で、噛み砕くとこうですよみたいなのが、本当にもうざっくり言うとこうですでもいいんですよ。もうとにかく分かりやすさを意識する、もうここがものすごく重要で、今日お話をした、10個、特段難しいことはないと思います。で、この前もずっと復習で出してますけど、まあ、これ見ていただけると、おそらく、皆さんの意識が変わるだけで、まあ、案件が増えたりとか、相談来ていただいた時に自分がちゃんと伝えないといけないポイント、受注できるポイントっていうのが分かってくると思うので、まあ、今日のこの10個はですね、ぜひ、資料事務所の中で取り入れてほしいところでありますし、資料じゃなくてもですね、ぜひ皆さんが仕事において価値を上げる手段の一つとして10個ありますので、ぜひ押さえていただけると、皆さんの明日から仕事がより価値が出てくるんじゃないかなと思います。ということで、まあ、このチャンネルではですね、お金に関する相談とか悩みをいつでも受け付けております。最近皆様からのコメントが増えてまして、すごく嬉しいです。また皆さんからのコメント待ってますので、いつでもお待ちしてます。また YouTube チャンネル登録の方よろしくお願いします。また会いましょう。